おはようございます、こんにちは、こんばんは。私はただいま新宿駅に来ております。本日はサムネイルにある通り、わずか6年しか乗り換え駅ではなかった駅についての動画です。なぜ6年というとても短い期間しか乗り換え駅でなかったのかなど含めまして、本日は見ていきたいと思います。よければチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。ちなみにその駅があるのは小田急線の駅なので、小田急線の列車の出るホームへまずは向かいましょう。何駅かなどかは現地についてのお楽しみということにしておきますが、本日のお目当ての駅は各駅停車しか停車しない駅となっております。小田急の路線図を見ていくと、各駅停車をはじめ快速急行や急行、準急や通勤準急、通勤急行など様々な種別が走っていますが、私が新宿から乗るのは各駅停車です。地上から快速急行の改札に入ると、そこはロマンスカーや急行、快速急行が発着するホームとなっており、各駅停車は発着しておりません。各駅停車はというと、このホームの下、つまり地下ホームから発着しております。各駅停車の出る8番、9番線に向かいましょう。ということで各駅停車のホームへやってまいりました。ホームへやってくると、ほぼ同時に各駅停車本厚木行きになる列車が入線してまいりました。小田急の各駅停車は昔は6両編成や長くても8両編成が主体となっておりましたが、つい最近まで新宿に乗り入れる6両編成運用もありましたが、現在は8両編成が基本となり、たまには10両編成が走るみたいな感じになっております。それではやってきた各駅停車に乗車して行きましょう。小田急の新宿駅は改札口が比較的後方に集中しており、各駅停車ホームの先頭側は結構空いております。なのでこのように、この先頭車には私以外誰もおりません。さあ、新宿を発車です。目的の駅は新宿から近いですが、それまで全面展望を楽しんでいきたいと思います。新宿を出ると地下から地上へと出て行きます。地上へ出るとすぐに新宿のお隣の南新宿駅に到着です。本日も小田急をご利用くださいましてありがとうございます。各駅停車本厚木行きです。まもなく南新宿です。お出口は左側です。 Thank you for taking新宿を出て放送が終わるとすぐに南新宿駅に到着いたします。新宿駅を出てここまで2つの踏切を越えてきたのが分かったかと思いますが、あの踏切たちはいろいろな鉄道系 YouTuber さんのサムネイルにも使用されている写真が撮影されている場所で、小田急では超有名な撮影地となっております。そして南新宿の次の三宮橋駅に到着です。三宮橋駅は明治神宮などの駅周辺の環境などを配慮した木の温かみが感じられる駅となっております。同じく小田急線にある鶴巻温泉駅や東急池上線の旗の台駅と似た感じがするのを私だけでしょうか。そして三宮橋駅を出ると次は本日のお目当ての駅となります。そう、本日の舞台は小田急線の代々木八幡駅です。そう、全然話は違うんですけれども、山手線の駅名を覚える歌は結構有名ですよね。東京神田秋葉原大勝町上野鶯谷には有名ですけれども、それ以外にも YouTube とかで調べるといろんな歌の駅名の替え歌が出てきますよね。私は小田急線の駅名はザードの負けないでで替え歌をで覚えましたね。でも一つ思うのが、駅名つなげて替え歌にする人ってすごいなぁということですね。うまく言葉にできませんが、すごいなぁと思いました。そして代々木八幡駅に到着です。まずはいつものごとく乗ってきた列車を見送りたいと思います。
ということで改めて代々木八幡駅にやってまいりました。代々木八幡駅は1927年に開業した、現在は1面2線の駅となっております。かつては2面2線の駅でしたが、小田急線の各駅停車重量化により現在のホームの駅構造となりました。停車するのは各駅停車のみで、小田急の快速急行や急行などの上位種別は通過していきます。しかしかつて、つまり本日の主題の接続駅だった6年間のみ各駅停車以外の種別も停車していたんですよね。まあそれはもう少し後に説明するとして、代々木八幡駅見ていただくとわかるかと思いますが、カーブに位置している駅となっております。しかもそのカーブも結構急になっておりますよね。下り線のカーブは半径が207m、上り線は半径 203m だそうです。この急カーブにより代々木八幡駅付近は45キロ制限になっていることから、上位種別の快速急行や急行、そして特急ロマンスカーも低速で通過していきます。まあここまでで代々木八幡駅について軽く見てまいりましたが、それでは本題に入っていきましょう。今からわずか6年間しか接続駅でなかった理由と、各駅停車以外の種別が停車していたことが分かる場所へ向かいたいと思います。なのでまずは改札を出場し、代々木八幡駅の外に出てまいりました。今から理由が分かる場所へ徒歩で向かいましょう。この小田急の駅のすぐ近くにあるんですよね。それがこちら、東京メトロ千代田線の代々木公園駅です。そう、小田急の代々木八幡駅から徒歩1分くらいの場所に千代田線の代々木公園駅があります。この代々木公園駅が本日の主題と深く関わっているんですよね。東京メトロ千代田線は現在は代々木上原から北綾瀬駅間を結んでいる路線ですが、1969年に最初の区間の北千住から大手町が開業し、1971年に大手町から霞ヶ関、そして1972年に霞ヶ関からここ代々木公園駅が開業します。この時代々木公園駅と小田急線の代々木八幡駅が目と鼻の先の距離にあることと、将来的には千代田線が代々木上原駅から小田急線に直通することから、千代田線の代々木上原延伸までの間、ここ代々木公園駅と小田急線の代々木八幡駅が両路線の乗り換え駅に設定され、連絡輸送も行われておりました。その時小田急は千代田線への乗り換えをする通勤客の利便性向上のため、代々木八幡駅に各駅停車の他に通勤準急を停車させておりました。現在は通勤準急は千代田線直通専用の種別となっており、新宿駅には乗り入れない種別となってしまいましたが、当時は通勤準急も新宿に乗り入れておりました。そして代々木公園駅と代々木八幡駅との乗り換え業務がスタートした6年後の1978年に千代田線の代々木公園駅と代々木上原間が開業し、小田急線と直通運転が開始されました。小田急と千代田線の乗り換え駅が代々木上原駅となったこともあり、代々木八幡駅と代々木公園駅の乗り換え設定はなくなり、連絡運輸も終了してしまいました。ここでわずか6年の乗り換え駅としての代々木公園駅、そして代々木八幡駅が終わりを告げたわけなんですよね。今では代々木八幡駅や代々木公園駅は乗り換え駅でもなければ終着駅でもありませんが、代々木公園駅が千代田線の終点の駅であった名残は現在も残っております。それはというと、千代田線の代々木公園駅すぐ近くには車庫があり、時間帯によっては出庫および入庫する回送列車を見ることができます。ということで、本日はわずか6年しか乗り換え駅ではなかった代々木八幡駅にやってまいりました。代々木八幡駅と代々木公園駅にはこのような歴史があったことをご理解いただけましたでしょうか。まあこのことから派生すると、今回の乗り換え駅の理由などは、代々木公園駅と代々木八幡駅はこんなにも近いのに駅名が違うことの理由にもなるのではないでしょうかね。ということで、本日の動画は以上となります。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。さあ次はどの路線に乗りに行きましょうかね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。